はい、こんにちは。仲裁英語を始めます。今日はね、前置詞についてね、やっていきたいと思います。前置詞ね、まあね、連語とかね、その辺をやっていきたいと思います。いいでしょうか。はい。でね、まあいろいろな前置詞ってことでね、ここに何か挙げてみました。例えば、with、何々と一緒にとか何々を使って、without は何々なしで、of は何々のっていう使い方もあります。in っていうのは、まあいろいろ使い方がありますが、ね、今までやったこと以外でも、何々語で、ね、何々語、日本語でとか、フランス語でとか、何々語でっていうのとか、何々を着てとかね、何々のってとか、そういう時も in を使います。for っていうのも中が出てきてますが、何々のためにとか、何々にとってっていう使い方もあります。by は何々によって、ね、こういう使い方もあります。as は何々として、ね、こういう使い方もあります。about は何々についてとか、約何々とか、何々ごろとかね、そういう言い方もあります。いいでしょうか。ね、このようにね、前置詞っていうのはね、すごいたくさん、同じね、一つの前置詞でも、たくさんの意味をね、持たせることができるんですね。なので、しっかりね、細かく覚えることが必要だと思います。ね、単語自体はね、一語一語は短いんでね、しっかりね、覚えるようにしてほしいと思います。いいでしょうか。はい。ではね、いきたいと思います。はい。次はね、前置詞を含む連語。動詞プラス名詞プラス前置詞。まあ、名詞はね、あったりなかったりなんですが、そういうね、連語についてやっていきます。ね、前置詞を使った連語、非常にたくさんあります。ね、全部覚えるのはちょっと大変かもしれないですけども、ね、ここに挙げたのはね、中学校の間にね、覚えてほしい最低限の単語なんでね、しっかり覚えるようにしてください。いいでしょうか。はい。じゃあね、まず、write to。これでね、何々に手紙を書く。ね、wait for で何々を待つ。take care of で何々の世話をする。look after。これもね、何々の世話をする。ね、こういう意味になります。次、look at。これで何々を見る。look for で何々を探す。look like で何々のように見える。ね、ここね、これ。同じ look なんですが、前置詞が違うだけで、全然違う意味になるんですね。いいですか？ね。look。まあ、そもそも見るって意味なんですが、それに前置詞がつくことでね、それぞれ look after、look at、look for、look like ね、全然違う意味になるので、しっかりね、覚えるようにしてください。いいでしょうか。次、listen to、何々を聞く。help、何々 with、何々。まあ、何々の何々を手伝う。まあ、こういう表現。ね、あと、hear from、何々から頼りをもらう。ね、こういう、ね、連語。しっかり、ね、いっぱい出てきてね、嫌になるかもしれないですけども、ね、一つ一つ、しっかり、ね、覚えるようにしてください。いいでしょうか。はい。じゃあね、次、いきます。続きですね。いいですか。get on、何々に乗る。まあ、電車に乗るとかね。get off、何々に降りる。まあね、電車降りるとかね、そういう。get to 何々に到着する、ね、これもね get なんですが、前置詞が違うだけで全然意味が変わってくるんですね。いいですか。あと agree with、 これで何々に賛成する。 arrive at、 arrive in、 これはね同じ意味になります、ね、2つとも arrive at、 arrive in、 何々に到着する、ね、こういう意味になります。いいでしょうかね。これがね、前置詞を含む連語、動詞プラス名詞プラス前置詞の連語になります。いいでしょうか。はい。じゃあ次ね、いきます。はい。次はね、前置詞を含む連語なんですが、引き続き。でもね、ちょっと違うのは、B 動詞プラス形容詞、または過去分詞ですね、プラス前置詞のタイプになります。いいでしょうか。これはね、ちょっと長いのもありますね。be surprised at、 何々に驚く。be interested in、 何々に興味を持っている。 be flow、 何々でいっぱいである。 be famous for、 何々で有名である。 be afraid of、 何々を恐れる。 be late for、 何々に遅れる。 be good at、 何々が得意だ。 be fond of、 何々が好きだ。
be different from 何々と違う、 be absent from 何々を欠席する、ね、これね、まあ、ここは全部 be 動詞なんで be ですね。この be っていうのは、ね、is であったり are であったり am であったりするんですね。いいですか。で、ね、注意してほしいのはね、これもうね、at であったり in であったり of であったり for であったりね、もう全然ルールはないんですね。なのでもう一つ一つ覚えるしかないです。いいですか。 be surprised at、 be interested in、 ね、こういうふうにね、しっかり覚えないと、例えばね、 be surprised の後カッコがついてて穴埋めしなさいって言った時にね、 at がすぐ浮かぶかどうかね、それだけでね、1点得したり損したりする可能性があるのでね、しっかり覚える、きっちり覚えるようにしてください。連語っていうのはね、きっちり覚えないと使えないのでね、しっかり覚えるようにしてください。いいでしょうか、ね、覚えるのにね、一番大事なコツとしてはやっぱり書いて覚えるってことですね。見てるだけではなかなか覚えられません。実際ね、手を動かして書く、これでね、覚えられるようになります、ね、いいでしょうか。はい、ではね、次いきたいと思います。次はね、前置詞を含む連語ですが、副詞の働きをするものです。いいですか。先ほどは、ね、be 動詞プラス形容詞プラス前置詞とか、ね、その前は動詞プラス名詞プラス前置詞とかになってましたが、今回はね、副詞の働きをするものに行きます。いいですか。オンタイムで時間通りに、オン、ワンズザウェイ、このワンというのは、まあ、形はね、ワンはその文章によって変わりますね。オン、ワンズザウェイ、これで途中で、ワンアフターアナザーで次々に、リコースでもちろん、インタイムで間に合って、フォーザファーストタイムで初めて、フォーエグザンプルで例えば、フォーアロングタイムで長い間、ね、こういう表現があります。いいでしょうか。これもね、オンタイムとインタイムでね、タイムっていう単語は一緒ですが、オンとインに変わるだけで意味がね、変わってくるんですね。いいですか。こういうのもね、しっかり覚えるようにしてほしいと思います。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。次もね、引き続きです。 by the way、 ところで、 at once、 すぐに、 at last、 ついに、 at first、 最初に、アフターオールで結局、ね、こういうふうになります。よいしょ、ね、今日はね、たくさん本当にね、連語とかいっぱい出てきてますが、ね、しっかり一個ずつね、覚えてほしいと思います。で、あとはね、その他ってことで、thanks to で何々のおかげで、 because of で何々が原因で、ね、こういう表現もあります。いいでしょうか、ね、ね、こう連語はね、覚えるルール、なんか法則があればいいんですけどね、そういうのもなかなかないので、しっかりね、一個ずつ覚えるようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、次いきたいと思います。はい、じゃあね、ここからは問題になります。まずはね、和訳の問題です。いいですか、ね、連語が使ってあるところをしっかりね、意識して和訳するようにしてください。いいでしょうか。ではね、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。1番、Ken is absent from school today、ね。これは、Be absent from、ね、この例語ですね。これをどういうふうに訳すかというと、ケンは今日学校を休んでいます。学校を欠席していますですね。こういうふうになります。be absent from で欠席するっていうことですね。こういうふうになります。次、I got off the bus at 横浜station、ね。これは got off、ね、get off の過去形ですね。got off になります。で、at 横浜 station。横浜 station はまあ、ね、横浜駅ということですね。で、これどうなるかというと、私は横浜駅でバスを降りました。ね、got off、get off は降りる、乗り物から降りるっていう意味ですね。そういうふうになります。
次、At last we reached the top of the mountain、ね、これはここで最初ですね。 At last これが連語になります。まあ、リーチというのは届くという意味ですね。リーチの格好ですね。The top of the mountain というのは、まあ、山の山頂ですね。頂上にたどり着くということですね。こういう意味になります。じゃあどういう訳になるかというと、私たちはついにその山の頂上に到着しましたね。ついにですね。アトラストついにっていう意味になります。いいでしょうかね。はい、次4番、 My idea is different from yours、ね、これは Be different from、ね、この連語です。 Be different from、ね、My idea というのは私のアイデア、アイデアですね。日本語でもアイデアって言いますね。アイデアで、 Yours というのはあなたのアイデアってことですね。じゃあこれどういうふうになるかというと、私の考えはあなたのとは違います。あなたの考えとは違います、ね、Be different from は何々とは違うって意味でしたね。なのでこういう訳になります。いいでしょうか。どうですかね、できましたかね。間違った人はね、しっかりね見直すようにしてください、ね、連語はねしっかり覚えるようにしましょう。はい、ではね次いきたいと思います。はい、次はね並び替えの問題です。2台あります、ね、注意してほしいのは不要な語句が一部あぶるって書いてありますね。なので全ての語句を使って並び替えるのではなくて、一つね不要なのがあるっていうのをね忘れないようにしてください。でしょうか。ではね映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。1番、学校に遅れてはいけません、まあ、命令文ですね。学校に遅れてはいけません、何々してはいけないって言ってるんでね、否定の命令文ですね。じゃあどうなるかというと、 Don't be late for school、ね、Don't be late for、 Be late for で遅れない、ね、なのでこれね、いらなかったのは何かというと home ですね。これがいらないですね。Be late for school、ね、こういう意味になります。いいでしょう。次は、ジョンは日本の歴史に興味があります。これはね、連語として Be interested in っていう使い方が、用語がありましたね。それを使うんですね。なのでここはね、必要ないのは at になりますね。じゃこれ以外で並び替えるとどうなるかというと、 John is interested in Japanese history ね。ここね、 Beinterested in、 この表現ね、いいですか。これで興味があるっていう表現になります。いいでしょう、ね、どうですかね、できましたかね。間違った人はねしっかり、ね、連語表現を覚えてくださいね。 Late for とかね、 Be interested in とかね、この辺しっかりね押さえるようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね次たいと思います。はい、次はね並び替えですが、先ほどと違って、ね、よく見てくださいね。語句を1語補うことって書いてあります。ということはこの言葉を全部使っても完成しないということですね。1語補ってから完成させてください。いいでしょうか、ね、はい、ちょっとね難しいかもしれないですけども、じっくりね時間かけていいのでやってほしいと思います。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず、私は妹のためにケーキを作りました、ね、これね、まあ、メイドとかケークとかシスターとかありますが、これ何がないかっていうと、何々のためにっていう言葉がないんですね。じゃあこれどういう風になるかというと、 I made a cake for my sister、ね、何々のためにっていう、ね、ここが for になります、ね、
I made a cake for my sister、ね、何々のためにっていう for が抜けてます。いいでしょうか、ね、はい。次、ところで彼女はどちらの出身なのですか、ね、これは、ね、どちらの出身っていうのは Where、まあ、are you from とかそういう言い方でしたね。じゃあね、これ何が抜けてるかって言ったら、このところでっていう連語の表現が抜けてるんですね。じゃあどの言葉が抜けてるかというと by ですね。 by the way、 これでところでなんですが、この by が抜けてるんですね。 by the way、 where is she from、ね、こういう風になります。いいでしょうか、ね、こういう風にね、語句を一語補うのはね、穴埋めの中でも、並び替えの中でも、ね、難しい部類の方になるんですが、こういう問題も、ね、あるので、ね、しっかりできるようになってほしいと思います。間違った人は、ね、しっかり、ね、正しい英文を、ね、書くようにしてください。ずっと、ね、書いていくと、ね、だんだん覚えるようになると思います。いいでしょうか、はい、では、ね、次いきたいと思います。はい、次はね、英作文になります、ね、4題ありますね。日本文、問題文をしっかり見てね、書けるようにしてください。いいでしょうか、ね、時間かけていいのでね、じっくり自分の力で解いてみてください、ね、くれぐれもね、白紙でも投げ出さないようにね、それだけはやめるようにしてくださいね。それを続けているとね、いつまでたっても英語の実力がね、上達していかないので、ね、挑戦していってほしいと思います。いいでしょうか。ではね、映像を止めて始めてください。地面。はい、やめてください。どうですかね。できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず、彼女は歌手として有名だ。何々としてっていうね、ところに前置詞があるんですね、まあ、歌手として有名だ、まあ、フェイマスとかシンガーとかね、まあ、そういう単語はね浮かんでくると思いますが、それをどう組み立てるかなんですが、答えは She is famous as a singer、ね、She is famous as a singer、 歌手として有名だ、ね、ライナイとして、ね、そういう意味の as になります。いいでしょう。次、2番、ラジオを聞きましょうか、ね、これは勧誘、誘ってるんですね。そういう時の表現はどうだったかというと Shall we ですね、まあ、Let's でもいいんですが Shall we ですね。 Shall we listen to the radio、ね、Listen to、 これで聞くですね。何々を聞く、何を聞くかって言ったらラジオを聞くですね。 Shall we listen to the radio、ね、こういう風になります。いいでしょう。次、3番、理科はテニスをするのが得意です。これはテニスをすることが得意ということですね。何々が得意っていう連語は be good at でしたね。じゃあこれね、どういう風になるかというと理科 is good at playing tennis、ね、be good at、ね、この連語をしっかりね覚えてほしいと思います。理科 is good at playing tennis、ね、これで理科はテニスをすることが得意、ね、こういう風になります。いいでしょうか。はい、じゃあね、次最後、私はこの都市を初めて訪れました、ね、これは初めてっていうのがね、どういう風に連語で表現するかってことなんですが、これね、どうなるかというと I visited this city for the first time、ね、訪れましたって言ってるので、ビジットが過去形になってます。ビジテッド。で、まあ、ディスしてこの年ですね。で、これですね。初めてっていうのは、for the first time。ちょっと長い4つもあるんですが、for the first time。これでね、初めてっていう意味になります。いいでしょうか。ね、どうですかね。できましたかね。連語なんでね、なかなかね、覚えてないと書けないんですが、覚えていたらね、逆に。結構ね、すぐ書ける文章だったと思います。いいでしょうか。ね、間違った人はね、何度も言ってますが、正しい英文をね、何度も紙にね、書くようにしてください。
見てるだけではね、人間なかなか覚えられません、ね、実際手を動かしてね、書くこの行為がね、こう覚えることにつながると思います。いいでしょうか。はい、ではね、今日はね、前置詞の連語についてね、集中的にやっていきました。今日はね、本当に覚えることが多かったと思いますが、ね、嫌にならずにしっかり覚えてね、基礎固めをしてほしいと思います。いいでしょうか。ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。